さあ、エタコの時間がやってまいりました。本日266回目の協力をいただきます。インシュアランス。さあ、皆さん、意味はどうでしょう。保険。ということでよろしかったと思います。さあ、問題はですね、なぜこのインシュアランスが保険という意味につながっているのか。そのヒントは、スペルですよね。つまり、綴りにございます。さあ、皆さん、インシュアランスをよくご覧になっていただきますとですね、ある別の単語が書かれてません。これでございます。SUR とくれば、これですよね。シュアーが隠れているんですよね。で、もちろん、シュアーと言われたら、皆さん意味大丈夫ですね。確実な、確かなという意味でよろしかったと思います。ですから、保険、つながりそうですね。万が一の時、マイナスの状況、そういうことが起こった時でも、なんとか確実に生き延びれる。その支え、助けとなってくれるのが保険ですよね。ですので、確実に生き延びる。そのイメージから保険とつなげていただいてよろしかったと思います。どうでしょうか。で、ちなみに、インシュアランスですか。こちら、ETS が制作いたしました公式問題集トレーニングのリーディング編。57ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。